パトラ。パトラは、ギリシャ共和国ペロポネソス半島北西部に位置する港湾都市。西ギリシャ地方の主婦であり、アハエア県の県都でもある。古典ギリシャ語及びカサレブサでは、パトライと記され、パトラスの名でも呼ばれる。周辺の市も含む都市圏人口は、約26万人。アテネテッサロニキに次ぐギリシャ第3の都市と呼ばれるが、 差は大きく開いている。また、地域のみの人口としては、アテネ大都市圏に含まれる、ピレウスの方が多く、四位である。ローマ時代には、当地中海世界の国際都市で、アンデルが殉教した土地でもある。ギリシャの西の玄関と呼ばれ、イタリアや西欧諸国との貿易が盛んである。国立大学二校と、技術大学一校がある、多くの学生が暮らす科学都市である。 アテネの西2 1 5トル、山のふもとにあり、パトラ湾を望む。郊外には、リオンアンティリオン橋がかかり、パトラ東部とギリシャ本土とをつないでいる。戦士時代、トリプトレモスに、谷の豊かな土地でどう小麦を育てればよいか教わった、エウメロスが、三つの村を作った。アロエアンセアの三村は、メリチュス川のアルテミストリクラリア神殿に共に誓った。 ことで結ばれた。紀元前三十世紀にはパトラに人が住んでいた。紀元前二十世紀、紀元前十五世紀の青銅期、時代中期には異なる入植が見られた。紀元前千五百八十年、紀元前千百年、青銅期時代後期もしくは、ミケーネ文明の下でパトラは、最初の繁栄を迎えた。ドーリア人の信仰の後、ラコニアから移り住んだミケネ人は、 パトレアスという指導者のもと現在の場所に都市を築いた。これが名前の由来とされている。彼らはアロイの上に住居を作り、アハイア人の十二大都市の一つとなった。古代には農業地帯だったが、重要な港になっていった。紀元前419年、アルキビアデスの教えに従いうと街を城壁で繋いだ。紀元前280年、パトラは、 第二次アカイア同盟の結成にイム・トリテア・ファライトともに重要な役割を果たした。その結果、アカイア西部で初めて政治が発展した。紀元前146年でアカイア同盟軍はマケドニクスに敗北し、住民の多くはパトラを見捨てた。紀元前31年、アクティウムの開戦の後にアウグストゥスはアロイの名を復活させ、軍事基地を設置した。 所属派とであった。また、リパエと、ダイム、アンフィサ以外の六里お空へに入植をべした。皇帝ネロが統治した五十四年から六十八年に、パトラに不況で訪れたアンデレが捕らえられ殉教したと言われる。彼はこの町の守護聖人とされ、彼を記念する、バシリカ様式の教会が建てられた。コロニア・オーガスタ・ AK カッパトレンシスは、 ギリシャで最大の都市の一つになった。パトラさんの効果はアウグストゥスからゴルディアヌス三世の時代まで用いられた。地石が作られ、特権が与えられ、工芸品が作られた。特には当時の世界中に輸出された。また、二つの工業地区が設置され、寺が建てられ、道路は敷石で覆われ、異なる宗教が信仰される国際都市だった。 ラテン語文学の傑作のアプレウスのは、原点は、パトラのルシウスがこの時代にギリシャ語で記したと言われている。300年、ペロポネソス北東部を襲った大地震によってパトラは衰退した。347年で、パトラ大主教は、キリスト教の初期の中心の一つだったと述べられた。東ローマ時代を通して、パトラは、 産業の中心かつ重要項であり続けた。551年、地震によってパトラは廃墟になった。807年、で敵を、たとしの力を借りずに撃退した。この勝利は、聖アンドレのおかげと考えられ、パトラ大使教は、に優越するとされた。860年頃、哲学家のが、パトラで生まれた。六十七年、パトラの未亡人は不動産、絨毯、 戦意で富を築き、バシレオス一世を王座につけるのに大きく貢献した。1205年、ギヨーム一世、ドシャンリットとジョフロワ一世、ドビルアルドゥアンがパトラを獲得し、アカヤ公国の一部とした。また、当設置した。1408年、パトラは、ベネチア共和国に編入された。1428年、モレアス先生考領のマヌエル二世、 パレオロゴス皇帝の息子のコンスタンティノス11世とテオドロス2世、パレオロゴスがパトラを獲得しようとした。1430年、再びモレアス先生皇僚がパトラを包囲したが、すぐにオスマン帝国に奪われた。1458年、スルタンメフメト2世に征服された。オスマン支配下ではパトラはバリアバドラと呼ばれた。 メフメト二世はパトラに特権と低い税率を認めたが、商業の中心に戻ることはなかった。十五世紀から十六世紀にベネチア共和国とジェノバ共和国が何度もパトラを奪ったが、再統治はできなかった。1571年10月7日、オスマン帝国海軍とキリスト教がパトラ湾でレパントの海戦を行った。オスマンは敗れたが、 新生同盟はパトラを包囲しなかった。オスマン敗戦の方は、パトラ市民を喜ばせたが、ゲルマノス星率いる反乱は鎮圧され、先導者は処刑された。1687年、ベネチアはでパトラを奪った。1715年、オスマン顔で滅ぼし、パトラを奪った。第一次、オスマン統治は悲惨だったが、七百十五年からの第二次、 オスマン統治では商業は復活し、18世紀には農業と交易を基盤に繁栄した。パトラはギリシャ独立戦争で重要な役割を果たした。パトラは当時ペロポネソス最大の都市で全赤い跡を司る最初の革命首都が置かれた。パトラの人口1.8万人の2、3以上がギリシャ人で商人や中産階級は少なかった。 パトラの商業的重要性からヨーロッパ中から領事が来ていた。ロシア領事のブラソボーロスも友愛会に所属していた。オスマン帝国はテッペデレンリアリーパシャとの戦争の軍資金を得るためパトラに重税を課したがパトラはこれを拒否した。そのためパトラの雰囲気は1821年2月中旬から緊張し始めた。同時期友愛会は パトラ反乱を計画し、弾薬や資金、作戦を準備していた。ワーパトラに隠れ、ワクル反乱の指導者に会うために、パトラを訪れた。これらの動きを怪しんだ、トルコ人は2月28日に所有物を要塞に運び込み、3月18日には家族と一緒に要塞に入った。3月23日、トルコ人は市街地に散発的に攻撃を仕掛け、 区画をいくつか破壊した。自由戦士率いる、革命軍は銃を用いて、トルコ人を要塞に押し返した。マクリアニスは後に回イ録でこう語っている。3月25日、革命軍は、パトラのアギオスゲウォルギオス広場で、革命宣言を行った。この日が、独立戦争の公式の開始日になっている。友愛会のはパトラに戻り、自由戦士を祝福した。 3月26日、革命軍は各国の領事に革命の理由を書簡で説明した。しかし、ユスフパシャ率いる、主に、騎兵からなる、約300人のトゥルク兵は、イオアニアからエウボエアに進路を変更し、4月3日にパトラに上陸した。援軍を得た城のトゥルク兵は都市を破壊、略奪した。革命軍に、好意的なスウェーデン、プロイセン、ロシア、 フランスの外国領事はパトラから脱出した。中立を保ちギリシャ人を領事館に入れなかったイギリス領事のグリーンとフランス領事のプクビルは革命が恐ろしかったと記している。装備も連度も低い革命軍は強い抵抗はできなかった。地元の靴職人のカラツアスはトゥルク人の住居地区での攻撃を妨害した。最終的に城の外のトゥルク人は1828年に フランス兵に除去された。1828年10月7日、将軍率いるフランスのペロポネソス遠征軍がパトラを解放した。1829年、フランス軍ギシノが未だ廃墟だったパトラの新しい都市計画を提案し、ギリシャを統治するカポディストリアスが承認した。19世紀半ば、計画は有力地権者の意向を反映し一部が実現した。 19世紀後期にはパトラはアテネに次ぐ第2位の都市として発展した。ペロポネソスの農産物を輸出する主要港となった。レーズンの集積地となり倉庫や銀行、保険業が発達した。1893年、コリントス運河の開通によってパトラの重要性は低下した。1894年、世界情勢と過剰生産によって、 世界的にレーズンの価格が暴落し、大レーズン危機と呼ばれる経済、政治、社会的混乱の時代をもたらした。20世紀初頭、イギリス、フランス、イタリア等の西欧との貿易によって、パトラの重要性は復活した。この頃パトラはギリシャで初めて街頭と路面電車を導入した。第一次世界大戦によってパトラの発展は停滞し、 アナトリアからのギリシャ人難民によって制御できないほどのスプロール現象が発生した。第二次世界大戦ではパトラはイタリアによる重要な空爆目標になった。数軸の侵略後に建てられた9物のギリシャ国ではドイツ軍とイタリア軍が駐屯した。1943年12月13日、近くのでドイツ軍は男性をすべて処刑した。 1944年10月の解放後、復興は進んだが、後に、アテネの影響力を強く受けるようになる。1970年代、アンデレが貼り付けられた場所に新たに教会が建てられた。この新生アンデレ教会は、バルカン半島最大の東方教会である。コリンティアコスワンの入り口にあたり、イオニア海に面した、港湾都市、オリーブ油、ブドウ酒、 企画などの輸出口でタイヤ製造も盛ん。アドリア海を挟んで、イタリアとの間には長距離フェリーが頻繁に往復している。街には古代のアクロポリス跡、ローマ時代のオデオン、音楽堂をはじめ、ベネツィア占領期、オスマン帝国時代の遺跡も残り、観光が重要な産業となっている。1月から3月にかけては盛大なカーニバルが開かれるが、これは、 リオのカーニバルやベネツィアのカーニルと並んで世界的に有名である。2006年の欧州文化首都に選ばれた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。